の料理人からお店の美味しさを伝授するほろ酔いワンディッシュ。今回の舞台は三条市五明に店舗を構える魚マスちゃん。旬の野菜や魚料理が楽しめ、小さな子供連れのファミリー層にも人気な居酒屋さんです。まずカウンターに座ったらちょっとカラフルで素敵なメッセージたくさんありますね。お子様が書いたんでしょうか。なんか可愛らしいニコちゃんもたくさんいて、こちら何なんですか一体。ホワイトボードになってまして、はい、ご来店したお客様が、お帰りの際に、美味しかったよと、こういったコメントを書いてくださって、賑やかな感じになっております。ね、すごいあったかい気持ちになりますよね。ありがとうございます。お盆前ということでまだまだ蒸し暑い日続きますが、こんな時期におすすめのお酒をお願いします。はい、吟醸極上吉野川です。どんなお酒なんですか。新潟らしく辛口の日本酒となっております。普段飲まれるんですか。大好きで飲んでおります。吟醸極上吉野川いただきます。爽やかでフルーティーな香り、そしてこの辛口のキリッとした飲み口、最高に美味しいですね。このお酒に合うお料理をお願いします。吟醸極上吉野川に合う一皿目はこちらのメニューは、もつ煮でございます。もつ煮いいですね。どんなところがこだわりなんですか。越後味噌を使って具材がたっぷりと入っております。柔らかさの中にも歯ごたえみたいなのも感じられて、かなりしっかりめの味付けですね。はい、そうですね。ニンニクや生姜、薬味を効かせております。あとは、具材の食感が残るようにあまり煮すぎないようにしております。このすっきりとした吟醸極上吉野川ぴったりで美味しいです。ありがとうございます。吟醸極上吉野川に合う2皿目はこちらはイワシの梅しそ天ぷらになります。イワシでくるくる巻いてあるってことですね。はい、いただきます。梅としそがすごく効いていてすごく美味しいです。います。イワシと梅は相性バッチリですもんね。暑い夏にこういったさっぱりした料理を提供したいと思いました。はい、ただお家でこの時期に油を使ってあげるっていうのがどうも大変で。いい方法があるんですよ。本当ですか。はい、お家で簡単にできるお店の味を教えてもらいましょう。イワシのかば焼き風にしたいと思います。新鮮なイワシに片栗粉をまぶします。そしてフライパンに油を薄く引いてイワシを揚げ焼きに。両面がカリッとしたら取り出します。続いて醤油、日本酒、みりん、水、砂糖をフライパンで煮詰めた甘だれを揚げ焼きしたイワシにたっぷりとかけます。最後に叩いた梅を乗せて完成です。この手がむしろいい。なるほど、そういうことだったんですね。これなら暑い時期でも苦にならず作れますね。はい、すごく美味しそう。この油をすっと流し込んでくれるお酒と相性バッチリでやっぱり美味しいです。はい、お子さんが10年後20年後になって一緒にお酒が飲める時が来たらすごい嬉しいですよね。最高ですね。それまでじゃあちゃんとこの絵だったりメッセージだったりっていうのはぜひ残しておいてください。はい、